2023年のプロ野球はシーズンも終わり、選手たちの出会いと別れの季節に突入。各球団、選手に戦力外を通告すれば、ドラフトで新しいスターの獲得に動きます。2年連続最下位に沈んだ中日も、来シーズン以降の巻き返しを図るため、ドラフト会議へ臨みました。しかし、そのドラフトは各人の予想を外すものとなり、話題となっています。今回は2023年中日のドラフトについて、ある中日 OB の言葉とともにご紹介いたします。中日のドラフト成果。球団史上初となる2年連続最下位で今季を終えた中日。立浪監督はオフから積極的にトレードを行うなど気の入れ替えを断行し、今季は若手中心のラインナップで世代交代を推し進めたが、成績には結びつかず屈辱にまみれたシーズンとなりました。立浪政権3年目となる来季は名誉挽回のためにも補強が必須の状況の中、ドラフト会議は来季の編成を決める上で大きなウェイトを占めることになります。そんな中日の補強ポイントは極度に頻打にあえいでいることから野手とイメージされがちですが、実は投手と言われています。安定感を誇る中日投手陣ですが、1年間通して顔ぶれが変わらず、2軍ではくすぶっている投手が多い現状。そのため投手の獲得が急務。また今年のドラフトは投手が豊作。その現状は立浪監督を含める中日球団も認識していたのか、10月19日には立浪和義監督は基本は投手ですと1位指名の方向性を示し、得点力が課題となっている中でも高素材の投手が多いドラフト事情を考慮し、1位入札は投手が基本方針としました。しかしドラフト前日に立浪は指名方針を急転換。投手指名を基本方針としていた中日ですが、立浪監督は社会人ナンバーワン野手のエネオス渡来隆起選手の指名を公言し話題に。そして迎えたドラフトでは実際に渡来選手を指名しました。ただ DeNA とロッテとの競合となり抽選となります。その結果 DeNA が渡来の交渉権を獲得し、立浪は苦笑いする事態となりました。その後中日はアジア大の投手草加翔投手を指名。投手が補強ポイントとされていたことから外れ1位で草加を指名できたことは、今回の中日のドラフトにおいて評価できる点と言われてます。しかしその後の指名選手が各方面から疑問を呼ぶことになったのです。評価の低いドラフト、疑問の内野手乱獲。1位指名の渡来を外した後、当初予定されていた投手獲得に舵を切り、即戦力として期待のできる草加を獲得するまでは良かった中日のドラフト。その後の指名で2位は三菱重工イーストの津田圭司内野手、3位が仙台大の辻本凛太郎内野手と、投手が豊作の中上位で即戦力候補の野手2人の指名となりました。この指名が中日のドラフトの評価を下げた原因となっています。あるセリーグ球団のスカウトは、驚いたのは貴重なドラフト上位枠を2位で津田圭司、3位で辻本凛太郎と内野手で埋めたこと。立浪監督はどの球団も二遊間は不足していると言ったそうですが、中日は昨年も立浪監督の方針で大学社会人の内野手を3人も指名している。極端というかなんというかと疑問の様子を見せたといいます。昨年は2位で明大の村松海人選手、6位で亜大の田中幹也選手、7位で日本新薬の福永博樹選手を獲得しているだけに、ファンからはもう3人を見切ったのか、二遊間が足りないのは自分で強打阿部をクビにしたからだろなどと手厳しいコメントが寄せられました。実際中日の支配下には13人の内野手がいて、そのうち25歳以下の選手が8人もいます。そこへドラフト上位枠を使って同世代の内野手をさらに2人も加えたことから、迷走と言われても仕方がないのではないでしょうか。この2位の津田選手について立浪監督は、社会人3年目の21歳、脚力も肩もある、バンテリンドームは広いので武器になる、今季は二遊間の守備に苦しみましたが即戦力と聞いている、
昨年に続いて二遊間の選手を多く取りましたが、競争していってほしい。と、二遊間を多く取ったというコメントをした上で評価。さらに3位の辻本選手にも、脚力がありますし、小柄ですがパンチ力もある。同じポジションですが競争してほしい。と競争を促しました。また、昨年に続き二遊間を乱獲した理由について記者から、内野手は昨年、村松、浜、田中の3選手を指名、レギュラーを確保できるような選手が出てこなかったことも理由か、と質問されると、立浪監督は、それもあります。センターラインを固定したいというのがあります。どこも二遊間は不足していますし、いい選手がいるときに取っておかないと。と、中日に大人数いる二遊間の選手が、やる気をなくしそうなコメントをしたのです。昨年自身の主導で多くの内野手を獲得したのにもかかわらず、二遊間が不足しているとコメントした立浪には多くの批判が寄せられることになりました。また中日は大砲候補の育成も課題となっていますが、今回のドラフトでは大砲候補の獲得はなし。そのため元ロッテスカウトの評論家徳津貴博氏は、1位で渡来を指名できず長身右腕の草加翔を外れ1位に指名しました。しかしながら、やはり今の中日には長打力を誇る即戦力野手が最大の補強ポイント。今年のドラフト候補には目立った大砲がいないのがネックだったとはいえ、昨年の都市対抗野球で5試合4本塁打を放つなど、一発を放つ力も兼ね備える社会人野手ナンバーワンの渡来を逃したダメージはかなり大きいと思います。という理由から12球団で最低のドラフト評価をしています。それとは裏腹に、立浪は今回のドラフトについて1位を外したので80点くらいでしょうか、それでも取りたい選手の交渉権を獲得できてよかったですと、少し高めの自己評価で総括しています。 OB の予想を反した指名。2023年のドラフトが迫る中、山本正史、山崎武史氏の両中日 OB が中日のドラフトについて予想。山本は、とりあえずドラゴンズのドラフトなんですが、2位はウェーバーでトップで取れるので、最下位になってそれだけは良かったなと思いますね。と山崎氏と苦笑いを浮かべて話し、ドラフト1位と13番目の選手が取れる。と中日のポイントを口にしていました。入札抽選で決まる1巡目とは違い、2巡目からはウェーバー方式での指名。今季もセリーグ最下位に甘んじた中日ですが、2巡目の最初、13番目の指名権があるのが利点です。また山崎は、立浪監督は来年3年目で勝負の年、長いドラゴンズの将来を見てのドラフトは監督はしないと思う。と結果の求められるシーズンのため即戦力重視に舵を切ると推測。さらに野手ってなかなか1年目から活躍するのは少ないし、補強ポイントの二遊間をまたアマチュアから取って補強するのは難しいと指摘し、即戦力投手を候補に挙げると予想していました。このような予想から2人は、左だと東洋大の細野投手、國學院の竹内投手とピックアップしつつ、プロのストライクゾーンでも制球力で発揮できるとして竹内選手を、まとめる力もあるしボールも速いと評価。また右だと青学の常広投手、先週の西舘康太投手と中央大の西舘勇陽投手と、今回のドラフトの注目投手の名前を次々に挙げます。その後野手では渡来らの名前も挙げるも、山本はピッチャーだよね、1位はきっと、山崎はドラゴンズは多分ピッチャーでしょうと予想し、うなずき合いました。その上で山崎は監督の意向とスカウトの意向、それと2巡目の1番で取れる13番目、ここがすごく鍵になりますよねと話し、山本も2巡目のトップでもしかしたら大阪桐蔭の前田投手が残っているかもしれないから、即戦力がこれだけいいのでと、2位指名で評価の高い投手を獲得できることを期待するコメントをしていました。しかし2人の予想は外れ、ドラフトでは1位は即戦力野手を指名。外れたため1位では即戦力の投手を獲得となりました。その後先ほど紹介したように2位3位で即戦力の内野手を獲得。上位で即戦力の投手を獲得するという2人の中日 OB の予想からは大きく外れるドラフトとなりました。
山崎の中日ドラフト評価と激化する二遊間争い。中日のドラフト予想を外した山崎はドラフト後、中日が1位で渡来を指名したことについて、チーム状況を考えれば他に優先すべきポイントがあると思います。外野手は大島選手、岡林選手、細川選手と揃っていて、ブライト選手や鵜飼選手を育てる方針もあるはずです。チームの課題となっている長打力のある外国人を補強するのであれば、守備位置は外野の可能性が高いです。結果的に抽選で渡来選手を外して草加投手を獲得できたのは良かったと感じていますと、チーム編成上必要だったのかとコメントし、むしろ外れて良かったと話しています。そして中日のドラフト全体としての評価はあまり良くなかったという評価。2位以降の指名について山崎は、どこの球団も内野手は欲しいですし、中日は二遊間が固まっていないのでなおさらだと思います。そこをドラフトで埋めようと考えたのだと思いますが、二遊間の即戦力は簡単ではありません。せっかく13番目の指名権があったので、2位に即戦力の投手を指名する戦略もあったのではないかと感じますと、ウェーバー制で2位指名が最も早い利点を生かしきれなかったと指摘しています。山崎は指名された津田、辻元の2人がドラフトで指名される力があると認めながらも、立浪監督は来シーズン身体をかけた勝負の年になります。ドラフトで投手を充実させて、野手は現状のメンバーを底上げした方がチーム力は上がるように見えますと、中日のドラフトを総括しました。山崎が野手のメンバー底上げが必要と話しましたが、今回のドラフトにより二遊間候補はさらに増え、争いが激化することが予想されています。確かに中日の二遊間はウィークポイント。データによると、セカンドのトータルエラー数11、ショートのエラー数17は共にリーグワーストとなっています。またバッティングでも、セカンドトータルの打率2割1分2厘、ショートの打率2割5厘は共にリーグワーストで、12球団でも最低打率。現役時代に通算2480安打、5度のゴールデングラブ賞を獲得している立浪も、もどかしい思いで現状を見つめているに違いありません。そういった状況を打破するため、今年も有望な内野手をドラフトで獲得。即戦力内野手を2年で5人も獲得した中日の中で、競争を勝ち抜くのは誰なのでしょうか。今季での実績で言えば、リューク選手と村松選手が有力候補となっています。リュークは守備全体での貢献を示す UZR が 10.0 で12球団トップですが、打率は1割8分7厘とバッティングが課題。村松も2度のサヨナラ安打を放つなど勝負強さを示したものの、トータルでは打率2割7厘。守備でも二遊間を守って計10失策を犯している。いずれも改善点は明白と言えます。絶対的な二遊間がいない中日、今回のドラフトで入団することになった2人にも大きなチャンスとなっています。指名の際、選手に非はないものの批判の声が集まってしまいましたが、来シーズン早速結果で批判の声を一掃してほしいですね。いかがでしたか。今回は2023年の中日のドラフトについて、中日 OB の予想とともにご紹介しました。レギュラーシーズン最下位の唯一の利点といえるウェーバー方式での入札。 OB からは中日はこれをうまく使うことができなかったという見方がされています。山崎が話しているように、野手の即戦力が成功した例はあまり見ません。そこで同ポジションの選手を続けて獲得したことは少し謎ですよね。それでもドラフトは来シーズン、そしてそれ以降をたどらないと成功失敗の評価はつけられないため、指名された選手の活躍に期待したいですね。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。